滝豊ジョッキーにお話をお伺いしてまいります。よろしくお願いします。お願いします。改めてこの決闘でダービーに臨むお気持ちからお聞かせください。デビューの時から注目してた馬ですし、もしダービーに出れたらいいねという話をしてたので、それが叶ったなと思いました。非常にデビューの時期が遅かった、しかもマイルでした。そのあたりのデビューした時の印象をお聞かせください。そうですね、まだなんていうんですかね、すごく気象的にも体的にもまだ幼いところがあって、デビューも遅かったんですけど、デビューしてからがね、随分変わっていきまして、2戦目ぐらいから急に馬が良くなってきました。本当に使われながらの成長っていうのは非常に著しかったでしょうか。はい、そうですね、はい。そこから初勝利してから馬も良くなっていって、そこからの3連勝でダービー間に合ったという感じですね。そのダービーを決めた青葉賞なんですけれども、 2400m 東京のコース、レースぶり振り返っていかがでした？そうですね、東京競馬場も初めてでしたし、一人も初めてでしたけど、非常に、レース前少し入れ込んでたんですけど、レースは落ち着いて走ってくれて、着差こそね、あまりなかったですけど、いい内容の、勝利だったかなと思います。初戦こうかなり厳しい場面もあったかも分かりませんが、そこからこうぐっと伸びてきた反応などいかがでした？手応えもよく、道中本当リラックスして馬も走ってくれてたので、ゴーサイン出した時の反応も良くて、いい、今までそうですね、デビューからいろんなレースのね、いろんな距離でいろんな競馬場でレースの、なんていうんですかね、その仕組みもいろいろと違うレースをやってきて、それに応えてきてくれてるんで、非常にその競走馬としてのセンスが、ある馬だなと思います。前走からこう中3周というローテーションなんですが、1周前の追い切り取られました、はい。この時は先生からはどのようなオーダーがございました？目いっぱいではなくても、ある程度の感じで、乗った感じでラストは伸ばしてくださいという感じだったんですけど、落ち着いて走ってましたし、ラストもそんなに強くはゴーサイン出さなかったんですけど、すごく反応良くて、思った以上にタイムも速かったですね。じゃあダービーに向けて、1週前の段階でね、そのあった手応えというのを改めて教えてください。状態もすごくいいですし、目標のレースに向けていい準備ができているなと思います。タレさんと言いますと、これまで何度もね、こうダービーを制されています。それぞれに持っているものというのがあったと思うんですが、そういったものに共通するようなもの、この手話組に関してはいかがですか？そうですね、もともと持っている素質というかね、ポテンシャルはすごく感じますし、もちろん血統的にもね、非常にこう期待できるというか、楽しみにしている馬ですし、何しろ2月デビューとね、すごく遅いデビューだったんですけど、そこからの成長力っていうのが、すごくあるので、前走よりもさらに、さらにいいレースをしないと通用するレースというか、そういうメンバーではないので、さらにプラスがあればチャンスあるのかなと思っています。武騎手がまたがって感じるお兄さんと似ているところ、違うところ教えてください。そうですね、馬体とか走りなんかはちょっと違うかなとは思うんですけど、なんていうんですかね、その心肺機能といいますか、全力で走った後でもすごくすぐに呼吸がね、落ち着くというか、そういうところは似てるなと思いますし、どこまで強くなるのかなって思わせるところは、やっぱり両決馬だなと思います。つまりはこう伸びしろはかなりありそうだということですか？そう思ってますけどね、期待も込めて。武ジョッキーご自身も、7度目の制覇、
最年長制覇とか、まあ、いろんな記録がついてまいります。レースに向けての、まあ、抱負、馬と人について双方お願いできますか。もういよいよダービーですし、もう何回乗っても何回勝ってもね、このレースに対する思いは薄くならないですし、我々ホースマンにとっての本当に夢のレースなんで、全力で向かうだけかなと思ってます。